さあ、北里大学医療衛生学部新 A1 号館新築工事閉鎖式を執り行います。ただいま閉鎖板の設置が完了いたしました。皆様拍手をお願いいたします。新 A1 号館新築工事竣工式を執り行います。玉串奉天を執り行います。学校法人北里研究所理事長小林弘介殿、おめでとうございます。ありがとうございました。ご着席願います。少し玄関の入ったところの、ラウンジとか、あとこういったところの事務室の赤とか、そういったところは少しアクセント的に赤の色を使ってございます。はい、この壁は8階より少しデザインが違いまして、1階はこの医療衛生学部さんのウェブカンパーのコーディーナー、2階は皆さんが集まる教室フロアですので、柴三郎さんとのこの仲間たちという形の2階はデザインになります。このユニットが1部屋の単位、合計1,2,3,4,5,6,7,8,9室の小部屋を下のところで使うことができます。少し濃いめのオレンジからずっと少しだんだん薄くなってくるような形で、若干ずつ少し色が変わっていって、少しお部屋に特徴を出してしまう。向かい側には女子トイレがありますけど、その向かい側には男子トイレ、女性の方が多いんですよ。旦那さんぐらいで女性が多いんで、今の古い建物が女性のトイレが少ない。発見した細菌を下から年代順にグラフィック化していただき、日本語の説明文と契約をつけております。でこれがずっと6階まで続いて、医療の挑戦者たちというテルモの冊子をですね、許可を得て掲載いたしました。テストの、発見の経緯をですね、ここに、記しております。国庫 の, お言葉をですね、書かれて英訳と一緒につけて、少しアクセントをつけていただいております。またそれを今北澤先生からお話しあったように、それぞれの勉強する科目ある研究室がこう表している、とてもシンプルなんですけどもね、とても外国の方も来ても分かりやすいかなと思いまして、こうデザインさせていただきました。今までは各グループにですね、教員あるいは大学院生を見て密着して指導してましたが、ここでモニターが入りまして、教員がデモンストレーションをやったのを学生がこう同時に見て、自分たちでできるようなシステム、6階5階と同じように医学側に、実習室が2つ、そして、5、6畳側の方に各研究室の配置になっております。先生が考えていただくので一目でちょっと分かる、なかなか難しいんですけど、こういう形で
このフロア全体としてのモットーを、まあ、表現させてもらったというのがこのグラフィックということになります。学生さんたちが使っていただく学生ラウンジ、少し最後にこれから家具も入ってきますけど、少し家具もちょっと趣が違うようなもの、まあ、階段を歩いていらっしゃる学生さんたちが、まあ、こちらの方でいらっしゃる学生さんたちと少しこう目があったりして、まあ、出会いがあるような構成になっています。